こんにちは、ゆるふわです。ゆるふわイン六本木ということでね、私今回六本木におります。なんで六本木にいるかというと、仮想通貨 DeFi デビットカード最多カードご存知でしょうか。私ショート動画の方で上げさせていただいてるんですけれども、この仮想通貨 DeFi デビットカード最多カードをどういったお店でどのように使えるのかというのをですね、この動画でレポさせていただきたいと思います。そう、六本木皆さんご存知ですか。じゃ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 ん、なんとねそう、ローラさんの広告、ビットコインの広告がなんとねあるエリアとなってるんです。なんかこれを見た感じもね、六本木ってもしかしたらクリプトフレンドリーの街なのかなともね思えてきますよね。今日はちょっとね、まず決まってるのはドン・キホーテ、そしてスターバックス、ここは確定して回ろうかなと思ってるんですけれども、ちょっとこの後はね、ちょっと今日ね、あの妹がね撮影に協力してくれてるんですけど、妹と相談しながらいろんなところに2人で行きたいと思います。それではね、ちょっとあのゆるふわさんベイビーイングリッシュなんですけれども、これから英語で説明をさせていただきたいと思います。 Hello everyone, I'm Yurus, I'm crypto YouTubers, I'm in 六本木 right now. Can you see the Bitcoin markI hope 六本木 is a very crypto friendly area. Do you know crypto DeFi debit card, Saita card? Have you heard that? Today, I'll show you how to use crypto DeFi debit card in 六本木. I would be happy if you follow and subscribe to my channels. Okay? Okay だよね? Okay だよね? So,Let's get started! それでは行きましょう六本木通りです。これからですね、早速なんですけれども、ドン・キホーテに向かいたいと思います。ということで、私六本木のドン・キホーテに来ました。早速なんですけれども、ドン・キホーテで最多カードを使ってお買い物をしていきたいと思います。こちらのドン・キホーテ、なんとね、ダダダダダダ、見えますでしょうか。東京タワーがあります。見えてる？どう？からのですよ、東京タワーからの、日本に来たら皆さんね、一度は立ち寄りたいなと思っているドン・キホーテではないでしょうか。それではね、ちょっとね、妹ももうめちゃめちゃ半笑いなので、はい、お買い物に行っちゃいたいと思います。はい、ということで、大人お土産として大人気の一蘭のラーメンと抹茶のポッキーを買っていきたいと思います。はい、見てくださいこれ、ピカチュウピカチュウにハローキティも、キティちゃんも顔似てる。似てる？マジ？あとドラえもんそうですね、ということでね、焼き芋、This is my favorite。お願いします。あ、いらないです。はい、今ね、絶賛雨でございます次のスポットとなるね、スターバックスにね、今向かっている最中なんですけれどもね、あの撮影に協力してくれている妹、なんと私よりすごいインフルエンサーなのであります。ちょっとね、妹からね、あの自己紹介をねさせていただきちゃいたいと思います。妹、自己紹介よろしくお願いいたします。こんにちは、ゆっこです。はい、あのどういったインフルエンサーなのでしょうか。普段野球をやっている
妹です。野球女子ということでね、インフルエンサーをしております。ぜひね、妹インスタ今すごいの、どうだろう、でも11万人ぐらいの方が、いやいや謙虚に言って11万人ってやばいやろ野球女子インフルエンサートップなんじゃないですか。全然そんなことない。そんなことないんですか。謙虚ですねはい、皆さんね、野球にね興味ある方、興味なくてもね、ぜひね妹のインスタの方もフォローをよろしくお願いいたします。なんといってもね、撮影に協力してくださっているのでね、ぜひ皆様よろしくお願いいたします。ということで、もうね絶賛めちゃめちゃ雨なんですよ。早くねちょっとスターバックスに着きたいという。はい、それではお次スターバックス。スターバックスで最多カードを使ってみたということでね、早速なんですけれども、スターバックスで最多カードを使っていきたいと思います。レッツゴー。はい、アイスラテショートで、はい、あれなんで払えないんだろう。さっき払えたんですよね。領収書、印字の領収書と手書きの領収書ございます。あ、印字でお願いします。はい、ありがとうございます。ということで、なんとも衝撃、スターバックスがアップルペイに対応していなかったということで、最多カードを使うことができませんでしたね、めちゃめちゃ衝撃じゃないですか。スターバックスアップルペイ使えると思っちゃいますよね。なので私はね、そのまだ物理的な、なんていうんですかね、なんていうんですかね、物理的なカードをまだ持っていないので、最多カード、そのアップルペイ使えるところだったりとか、マスターカード対応しているお店で利用ができるカードにはなってるんですけれども、マスターカードには対応してるんだけど、アップルペイに対応していないということで、ちょっとね今回スターバックスでの決済ができなかったです。ぜひスターバックスさん、早くアップルペイを投入してください。ということで、お次はセブンイレブンに行きたいと思います。セブンイレブン行きます。ということで、お次はセブンイレブン、レッツゴー。セブンの味噌スープどれがいいかな。こちら買っていきたいと思います。それではね、セブンイレブンではこちらのお豆腐のお味噌汁を購入しました。こちらはね、セブンイレブンはアップルペイにも対応していて、マスターカード端末の決済も対応しているということでね、ぜひ皆さんセブンイレブンで最多カード使ってみてください。今日はゆるふわイン六本木ということでね、六本木で仮想通貨の DeFi デビットカード、最多カードを使ってみたをお送りさせていただきました。いかがだったでしょうか。これからね、各カンファレンスに行って最多カードをどのように使っているのか、仮想通貨の DeFi デビットカードどこで使えるのかなというレポもね、じゃんじゃんお届けしていきたいと思いますので、そちらの動画もぜひお楽しみにしていてください。それでは今日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。